毎週月曜動画更新 J キットミュージックチャンネルをご覧の皆様、どうも J キットです。1週間は早いもので、本日も動画投稿のお時間がやってまいりました。今日は先日発売したワンオクロックのニューアルバム、ジーンズでかけて僕はというアルバムの中から、僕は2曲、エンディングストーリーとオニオンという曲をコピーしたんですが、それをコピーして YouTube にアップロードしたんですが、今回はその片方のオニオンという曲の解説をやっていきたいと思います。今まで解説してしたのがディーパーディーパーとリメイクという、どちらもワンオクロックの曲なんですが、今回は第3弾ということで早速やっていきたいと思います。この動画では、簡単にどこのポジションを使って弾いているとか、いろんなコツとかを解説していくんですが、実際に僕が弾いてみた動画と照らし合わせてぜひ練習してみてください。その動画へのリンクはこちらに貼ってありますので、ぜひ飛んでみてください。この曲はまず半音下げチューニングになっております。これは使ってる音は4つのみです。4弦5フレット、4弦7フレット、3弦5フレット、3弦7フレット、です。そのリフの次のリフを説明したいと思います。これですね。このリフは一塊目と3つの塊でできております。まず一塊目から、使ってるのは5弦開放と、5弦5フレットの次に4弦開放、4弦7フレットです。これはハンマリングをしていただいて、僕はそれでやっております。で、2弦5フレット、3弦7フレット、です。その次が、2弦8フレット、3弦5フレット、3弦5フレットで3弦7フレット、4弦5フレット7フレット、ゆっくりやってみます。これが一塊目です。次が二塊目、使ってるのが、4弦開放、4弦5フレット、2弦開放、2弦5フレットで、1弦7、5と、2つの塊を一緒にやってみます。その次が3つ目の塊、3弦をスライドさせて、14、2弦の13と、そして1弦12フレット、15フレット、2弦15フレット、
で3つの塊を全部くっつけてやってみます。というふうになっております。その次が、オクターブで4弦7フレット、2弦10フレットのオクターブで、これは簡単ですね。その次が、A メロに入ってまたリフを、最初のリフ1を繰り返します。これはさっき説明した通りに言っていただければ、その A メロでリフを弾いた後が、次はコードを使って弾いていくと。っていうふうに、今使ったコードがこのパワーコード、そしてその、2フレット下がってパワーコード、でそこから人差し指だけ1押し下げてベース音が1個下がると。さらにそこから場所で言うと F のポジションに、正確には、これが E の音になるのか。今使ってるパワーコードは4つだけで、A メロ、B メロ、サビも全部それになってるんで、ただリズムが各セクションごとに違うんで、そこはよく聞いて覚えていただければなと思います。で、そこまでいくと伴奏のヘビーなリフに移ります。ですね。使ってる音は5弦開放3フレット5フレット7フレット3弦4、5で4弦5、7。まずゆっくり繰り返して弾いてみます。というふうになっています。途中でこの、3弦の開放と2フレットを使ってハンマリングプリング繰り返しトリルですね、これを途中で、加えていきます。という感じですね。その間奏のリフの最後がまたは5弦の3フレットと、まあ音の同じなのでどっちもいいと思います。ここまで弾ければ間奏の次が、あとはそのまままたサビに行くと。このサビが3回繰り返されるんですが、最後に、3回のうちの、後半2回で最初のまあこれ続くリフがサビの中で鳴ってるんですけど、後半2回の部分でこの弾いた動画ではもうそのままコードでいっちゃえと思って
図全部やってありますが、まあもしそっちのリフの方で弾きたいよっていう方がいればこの方をやっていただいてもいいと思います。で、サビが終わるとまたまあこんな感じのリフがまた入ってきて、で曲が終わると、はい、そんな感じですかね。まあこの曲はその今回発売されたアルバムの中でもかなり初めて聴いた時に、おギターこの曲かっけーなーってなったので、コピーしてても楽しかったですし、まあ動画撮影してる時もすごい楽しかったんで、皆さんぜひこの動画を見て、もし弾きたいよーっていう人がいればぜひ参考にしていただければなと思います。ということで、解説シリーズ第3弾をこれで終わりたいと思います。 J-KIT ミュージックチャンネル毎週月曜動画更新ということで、ぜひプリーズサブスクライブということで、ぜひチャンネル登録をお願いできたらなと思います。来週は何の動画を投稿するかまだ決めてませんが、弾いてみた動画なのかまた解説なのかわかんないですけど、まあ、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。それでは See you next time. さよなら。